茨城県道52号石岡城里線は、茨城県石岡市から東茨城郡白里町に至る県道である。石岡市府中を起点に、茨城県の中部地域を南北に縦断し、三戸市内原地区を経由して、城里町石塚を終点とする路線。通称、石塚街道と呼ばれている。水戸市小淵町では、右差する複雑なルートを経て、水戸市内原で、 ンモール、三戸内原の脇を通り、内原古線橋で JR 常磐線を越えて、三戸市中原町の内原古線橋北交差点で国道50号と交差接続する。石岡市内の区間は以前は国道6号で、さらに遡れば江戸時代の三戸街道であった。沿道の石岡二丁目地内に当時の一律家が今も現存している。 1959年10月14日、前進にあたる県道として、東茨城郡城北町大技、石塚を起点とし、東茨城郡茨城町、内原村を経由して、石岡市を終点とする区間を、県道石塚石岡線として、茨城県より路線認定された。1982年11月、 県道石岡石塚線の路線認定の一部を変更する告示がなされ、起点、終点を入れ替えて、起点を石岡市、終点を城北町とする県道石岡城北線として再認定されて、1995年の整理番号の再編成により、現在の整理番号52となる。2005年には、平成の大合併により城北町が白里町と解消されていたことから、 路線名が、石岡城北線から石岡城里線となり、現在に至る。経路の方は、1990年3月まで、城北町の石塚市街地内を通る、国道123号交点を終点としていたが、現在は、県道61号日立笠間線交点が、終点である。水戸市では、かつての旧道が、小井淵中央交差点から JR 内原駅前の、 常磐線踏切を渡り、内原駅入口交差点で国道559道と接続するルートを通っていた。これが内原駅前のイオンモール、水戸内原がある土地区画整理を機に2000年に内原古仙橋を含む振動が開通している。石岡市から尾見玉市までは国道6号と並走するように伸びていて比較的交通量が多い。ほとんどの区間が 対抗に車線であるが、笠間市のマナイタを交差点を少し超えたあたりから、笠間市の日戸市古田交差点間と、水戸市小井淵町及び、水戸市牛伏町水戸市この橋田町間は、線形の悪い共和区間で本路線のボトルネックになっており、交通量も比較的多いので走行には十分注意がいる。石岡市府中の市街地内は、都市計画道路は赤松業佐戸川線として、 街路整備事業が進められている。道路法の規定に基づき、水戸市、小井淵町同士中原長官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。茨城県道52号石岡城里線を見たまし、物質、ありがとうございます。